表現者たちのコーナーです。今日は、坂本光永さん、今ここは那須町の、友愛の森という道の駅に来ておりますが、ここの工芸振興会の副会長をやっている、スタジオ山猫を主催している坂本光永さんに今日は来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応表現者たちというコーナーで、作家の方々を紹介しているんですけれども、スタジオ山猫さん、一般に普段は何を作っていますか？今焼き物とガラスと両方やってるんですけども。両方、はい。ガラスの方はフュージングガラスという、フュージング、はい、板ガラス造形です。板ガラスを、まあ、デザインにカットして電気炉で溶かし合わせて作品を作る。それをフュージングガラス、はい。板ガラスに種類、いろんな種類の色がある。そうですね、板ガラスは膨張係数が合ってないと割れてしまいますので。膨張係数、はい、難しくて、まあそういう膨張係数の合ったガラスを組み合わせて、まあ、主に小さなものですね。例えばどんなものですか？まあ、アクセサリーがメインなんですけど、はい、ネックレスとか、ね、そうですね。まあ、その作品はね、その後で展示スペースの方に行って、見たいと思いますが、そのフュージングというガラスの方、製法ですね、はい、あと、エッチングみたいなところ、エッチングは、まあ、体験教室ということで、それはエッチングは体験、そうです、はい、失礼しました。で、あと陶芸をやってるということなんですけども、陶芸は主にどういったものを作ってますか？まあ、器類全般を作ってますけれども、まあ、イベント用には陶器でボタンを作ってます。はいはい、後でちょっとご覧いただければと思いますけど、はい、私も何度も見てますけれども、色と色の組み合わせをね、凝らして作ってると思うんですけども、あれは粘土自体に色がついた粘土ですか？そうですね、白い粘土に顔料を加えて色を出して作ってるんだ。それを組み合わせて、まあ、いろいろ練り込みとか練り上げとかですけど、はいはい、そういう技法がメインで、それで、まあ、ボタンとお皿もありますか？はい、お皿や普通の食器も作ります。で、ご主人と実は奥様の雅子さんも一緒に作ってるんですけれども、奥さんもガラスも陶芸も両方できる。はい、両方夫婦揃って両方できるということだよね、要はね、はい、だから種類が非常に豊富にバリエーションに富んだ、ね、作品がある、坂本さんなんですけれども、坂本さん、もともとの出身はどちらに？生まれは福島県のいわき市。いわき、で、まあ、こちら那須に工房を構えて14年目。元はなんか脱サラと聞きましたけど、はい、サラリーマン時代があった。そうですね、ここに来る前は茨城県の方で何十年も、そこに10年ぐらい、10年だ、ね、なんですけど、子供時代は福島県のいわき市から横浜の方に、そして、まあ、そうですね、大人になります。横浜は、はい、そこで、まあ、奥様と実はね、出会った同級生同士という話も漏れていましたけど、まあ、まあ、それを置いといてね、はい。で、まあ、普段はそういう感じで、購入、この、ね、友愛の森という工芸館で、作品の展示販売と、体験をメインにやっているというところなんですが、はい、体験は先ほどちょっと私言いましたが、エッチングとフュージング2種類できる、はい、だいたいどんな層が、どんな人たちが主に体験できるのか。割と幅広い層なんですけど、ね、まあ、夏休みはやっぱり小学生なんですよ。夏休みの宿題。ああ、宿題ね。はいはい。結構多いですね。夏休みはね、はい、大変ですよね。結構大変です。私も横で見ておりますけど、結構体験する人が非常に多いんですよね。で、主にネックレスなのかな、子供たち。そうですね、アクセサリー、まあ、アクセサリー、ネックレスやキーホルダー。教える側としてのこう苦労はあるんですか？どんな点を一番。そうですね、気を使って、とにかくその
限られた時間で楽しんでもらおうということで、まあ、いろいろあの材料をこう組み合わせて並べるだけではあるんですけれども、あの希望に沿った、まあ、作品ができるようにあのその場でパーツをこう切ったり削ったりして、まあ、だから人数が多くちょっと対応できないこともあるんですけど、だいたい時間としてはフュージングの方はどのくらい、作業時間はそうですね、30分くらい、30分くらいですね。でそれから焼くわけですよね。その場で電気炉で溶かして、どのくらい焼く、何度、そうですね、溶かす温度は700度から800度の間なんですけど、その温度も選んでいただいて、ということは溶け具合がその温度によって違うから、はい、なるべくその辺はきめ細かく対応しようと思います。これからあの、ね、体験の方を見てね、今坂本さんがおっしゃったような内容をね、ちょっと直に映像で撮りたいと思います。今度は場所を変えまして、先ほどお話をした坂本さんが体験をしているここはね、篠岳工芸室に来ました。でここで坂本さんのガラス工芸の体験と、まあ、篠工芸もね、普段篠工芸の実演ですね、それがまあできる場所なんですけれども、見て分かるようにすごいね、楽しそうです。びっくりしました。私はなんで今までこんなにちゃんと見てなかったんだろうということが露呈してしまいましたが、ここにあるのが先ほど話をした、フュージングガラスの、使う材料です。でこちらにあるのが、こちらがベースになりますね。まあ、土台になるガラスで、この中から好きなガラスを選んでもらって。すごい種類ありますよね。でもね、そうですね、ざっと50近いぐらいはありますか、ね、これ選ぶのも大変というか楽しみですよね。こうあの時間かけて選ぶ人はね、はい、そうでしょうね、はい、はい、でまあこれ、まあ、例えばこんな感じですよね。選んだベース、あの、まあ、普通は2枚重ねで、あのだいたいこの溶けた時のボリュームっていうのが適正なボリュームっていうのが決まってて、それが2枚重ねプラス上にこう少しパーツを乗せたり、でそれより多いとこう広がっちゃうし、少ないと縮んじゃうっていうのがありますので、まあ、表面張力ですね、はいはいはい、で、まあ、大体こう2枚重ねとかにします、ね、ここに、まあ、好きなこういう細かいガラス、これ全部どれを選んでも、どれを選んでもこれ何百種類だよね、それこそね。そうですね、あのどんどん増えちゃうんですけど20としてはね、100は200近いでしょうね、おそらくね。で、まあ、あの溶かすと、はい、こんな感じですね。低いとこんな風に、700度、ただくっついてるような感じだから、うん、もう完全に溶けきった、はい、これも選べる、これも選べる、温度も選べると、はい、お客さん来るわけ、まあ、こんな感じでやってます、で上にピンセットでこう選んで乗せるということですね。そうですね、細かいガラスはピンセットを使って、はい、みんな同じガラスの種類になるんですよ ね膨張ケースがあって、みんな同じ、先ほども言いましたけど割れてしまう、ね、みんなあったり合ってる、はい、でこの材料はこの状態で売ってるわけなんですか。いや、あの大きな板ガラスの状態で買うんです。まあもうちょっと大きいんですけど、はい、これをまあ、冬の間ですね、暇な時にカットして、あの全部材料を作ってます、はい、すごい、この材料揃える労力たるや、そうですね、あとは丸いガラスがいいっていう人もいますので、丸い形ですね、あのその場でカットして削ってあげて、まあ、そういうベースも作ってます。あとはこう、まあ、うちで作ってるアクセサリー類 の、 あの端材ですね、はい、それをまあ細かくして、それを玉に焼いたもの、これ結構あの光
が強く反射して綺麗なんです、うん、同じガラスで同じ膨張係数、膨張係数は同じで、うん、あの金属がコーティングされているものを玉にしたものなんですね、うん、ダイクロガラスって言うんですけども、ね、うん、ダイクロイックガラス、うんうん、まあいろいろな色や形になりますので、うん、これも一緒に溶かして作品にすることになります、うん、でここにあのネックレスだったらこのそうですね、穴を開けてつける感じ、穴ではなくて、そう、パーツをねつけてね、こう接着金具があるんですね、これをつけて、まあ、キーホルダーとか、キーホルダーですね、はい、キーホルダーペンダントにしてペンダント、はい、ペンダントはいろいろ紐メラメラ、いやびっくりしました、体験をしています、ね、はい、これがフュージングの体験ですね、はい、でもう一つ先ほど言いましたエッチング、ええ、ね、エッチングのやり方をちょっと簡単に説明してもらいます、ね、まずあのマスキングテープを器にこう貼ります、うん、で、まあ、好きな絵を今ここにこう描いてもらって、うん、図案集もありますのであの、うん、そこから選んで写してもらっても構いません、うん、でカッターでこれを切り抜いて、うん、剥がしたところにエッチングクリームっていうのを塗って、クリーム、はい、クリームを塗る、エッチングクリームで15分ぐらいでまあ処理できるんですけども、あとは水洗いして焼くんですか、焼かない、いや、そのまんま、そのまんま置いとくだけで、へえ、15分置いただけで、こんなすりガラス風に、ね、もう表面が腐食されて、すりガラス風に、ああ、そうか、こんな感じ、いいですね、これあとはあの細かいあの線の柄があの好みの人はこういうあのハンドルーターっていう機械ですね、はい、ダイヤモンドの粒がついた、はい、ルーターね、ルーターですね、はい、これであのこうちまちまと削って削って、あ、それもあるんだ、これもあの希望によっては対応できますので、いろいろな作品作りがでしょうね、これも素敵ですね、唐草、タコ唐草風な、人によって何でしょうけども、かかる人でどのくらい時間かかりますか、まずフュージングの、フュージングの方はそうですね、30分から1時間、作業時間、作業時間、はい、でも選ぶのにすごい時間かかる人いますね、中にはそうですね、もう2時間も3時間も、ね、悩んでる人もいますけれどあの時間制限はないので、ね、ゆっくりやってもらってます、はい、でも悩む気持ちが分かる種類ですね、この豊富さがね、種類の豊富さがびっくりです、私も。で、色と色と合わせ方によって、いろんな効果もあるわけですよね、この透明なやつもあれば、ちょっと色がこうなんていうの、マット調というか、濃いやつと透明系のやつをこう合わせて、どう溶けるかっていうのもきっと、合わせ具合によってね。そうですね、もうほとんど無限と言っていい、無限で賛成さも別ですよね、わかりました、まあ、今度ここで、まあ、坂本さんは体験をしているというところです、はい、以上です。はい、そんな坂本さんなんですけれども、今度は、UI の森の中にある、アグリ情報館の中に来ました、この中で、坂本さんたちは那須創作クラブということで、10月12日から29日までここでグループ展をやっております。最後にその、あの映像を映しますけれども、内容は、陶芸と木工とガラスとあと家具と5人で、やっております。で、この UI の森道の駅で、その今週末に、一番大切なことなんですが、手作り祭りが今週末に、催されるんですけれども、その副会長としての坂本さんにちょっとその宣伝というか PR を、聞きたいとしてもらいたいと思います。で、この手作り祭りなんですけども、はい、第何回目の12回目ですね。12年目ということですね。そうですね、坂本さんは前、最初の年から出て、あの第1回から、
もう記憶の中ではごちゃごちゃだと思いますけど、最初はどんな感じだったんですか、手作りまつり。そうですね、まだ道の駅になる前だったのかな、失礼。なる前でしょ。まだ駐車場が整備されていなくて、ここは校庭だったんですよね。そうですね、ブランドだった。そうだよね。なので、結構その準備ですよ、駐車場の区画を作ったりとか、まあいろいろ大変なこともありましたね。なんだかんだありながらも、一回も途切れることになってます。そうですね。今年2012年と2000年からか始まったわけですね。そうですね。ということですね。で、内容なんですけども、大体どういったものの展示が、まあ、特色としてはその那須町に工房を構えている人たちの手作りのイベント、はい、主にどういった業種の方が多いですか。いろいろですね、その、まあ、木工、それから、あとは伝統工芸として、はい、その工芸館にもありますけれども、足の石、足の石細工ですとか、石の細工とか、篠竹、はいはい、それからあとはそうですね、まあ、一般的なそのクラフトの数ですとか、陶芸とガラス、木工、あとは山ぶどう、アルミ、バッグとかね、寿司染め織りの人、渋いですね、ちょっとね。あとはその他に食のブースとして今年は4店舗、地元で店を構えている人たちの、例えばお店屋さんとか、はいはい、パン屋さんとか、はいはい、キムチですね、手作りキムチ、はい、それから和菓子なんですけど、はい、楽しみですね。そうですね。那須、那須未来でやってる物産センター、はい、あっちの方も当然その日はやってるので、はい、あっちの方でもね、最近ちょっとクリームとかメンチとかあるから食べ物はある、うん、あと何かイベントとしてはあるで、アルコールアルコールくるね、そうそう、はい、まあ、演奏とかそれから演奏の体験もできます。アルコールとはどういうものでしょう。私はよく詳しくは知っています。見た感じで、要は木で作ってる。そう、手作りだ、手作り、自分たちで作ったそのスペーションできるという、それが、まあ、両日にわたって、はい、あと演奏の人もやってる、そうですね、篠笛の演奏と、それからオカリナの演奏、オカリナは日曜日だけなんですか。もう一回改めて聞きます。日時が、はい、10月20日21日ですね。2日間、初日が9時半から16時、2日目が9時から15時半までということになっています。はい、で駐車場がね、まあ、あるのはもちろんあるんですけど、若干こう鈍い、回転が遅いときが、そうですね、道の駅ということで、ね、そうなんです ね、 そうですね、駐車場がだから入れなくてもまたちょっと回って、見て回ってほしいっていうのがね、はい、我々実行員の悩みでもあるなんですけどね。まあ、どうにか、そうですね、お天気がいい、お天気が祈って祈って手作りバトルね、10月22日とやりますので、皆さんよろしかったらお出かけください。はい。